どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。今回も三国志のとある戦いについて解説をしていこうと思ってるぜ。おそらく、関東の戦い、が袁紹側の勝利であっけなく終わっていれば。今回解説する決戦こそが、この時代における、天下分け目の決戦、と呼ばれていただろう。マイナーだが、非常に重要な戦役でもあるぜ。ということはつまり、袁紹が天下最大の勢力に駆け上がるきっかけになった戦役ってことね。つまり、あれ、思い出せない？その戦役は、海峡の戦い、と呼ばれているぞ。袁紹がこの五冠末期に天下最大の勢力にまで駆け上がることとなった、決定的な一戦だな。そして対するのは、北方にて最強の騎馬軍団を擁していた、公孫さん。地獄のような戦いの中で生きてきた、この時代が生んだ強戦士だぜ。三国志の序盤の大勢力として有名な袁紹だが、この当時はまだ紀州の統括者になったばかりで基盤は脆く、大した軍勢も持っていなかった。しかし公孫さんは常より北方の紛争地帯で戦っていた将軍で、軍勢も盛況で勢いも圧倒的。どう考えても袁紹の方が不利だったわけだぜ。この圧倒的な逆境を覆したからこそ、袁紹は最大勢力になれたのよね。海峡の戦いはそんな袁紹の飛躍の代表的な決戦であったというわけか。というわけで今回は5つの項目に分けて、海峡の戦いに関する解説をしていこうと思うぜ。いつもの通り、個人的な考察やら視点も含むので、そのあたりについてはご了承いただけると幸いだぜ。動画の最後におさらいテストもやっているから、コメントなどで回答していってくれると嬉しいわ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。それじゃあまずは決戦に至る前の、五冠末期の情勢や背景について簡単におさらいしておこうと思うぜ。当時の天下の情勢についてだが、その中心人物は、董卓、だろう？五冠の霊帝が崩御してからすぐに訪れた政変の中で、突如、武力で実権を掌握したのがこの董卓だな。五冠王朝は歴代皇帝の創生が続いてしまったことで、権力は皇帝のお世話係に過ぎなかった、宦官、という人々に集まっていくことに。そのせいで汚職や重税が蔓延し、朝廷の政務能力は麻痺。それに加え大飢饉が発生したため全国各地で民衆が蜂起する事件が勃発したぜ。黄巾の乱、の話ね。五冠王朝はなんとか鎮圧に成功はしたけれど、権威の衰えが明らかになり、群雄割拠の乱世へと繋がっていくわけね。そうだな。そこに霊帝の崩御が重なり、小帝雄弁がその後を継ぐも、雄弁の叔父の大将軍家臣と、宦官集団の十条寺が激しく対立する。やがて家臣は十条寺に暗殺され、それに激怒した家臣配下の将兵らが宮中に攻め入って宦官らを殲滅。収拾がつかなくなっていたわけだ。その混乱に割って入り、武力でもって朝廷を掌握したのが董卓だぜ。西方の辺境の地を守っていた将軍が、家臣も十条寺も消えた朝廷を、軍事力を背景に掌握したんだ。しかし董卓の暴政に怒りを抱く者は非常に多かったが、誰も董卓を討つまでには至れなかったとされる。ここら辺の話は過去の、反董卓連合、の解説で詳しく触れているわ。でも結局その董卓も、信頼してた臣下の呂布に討たれてしまうのよね。そうだな。そしてその呂布も都である長安を追われ、董卓軍山等の諸将らが朝廷を牛耳る地獄のような状態に、海峡の戦いが行われる。当時の天下の情勢は大体こんな感じだな。そして今回の主役でもある袁紹は奇襲、公孫さんは優秀に根拠地を定め、勢力拡大を図っていたぜ。そして天下の諸侯は袁紹派と袁術派に分かれ、対立を深め始めていた。袁紹派には袁秀の曹操、慶州の有能が、袁術派には優秀の公孫さんと、徐州の刀剣が組みしていた、と見ることができるぜ。海峡の戦いはこの袁紹派と袁術派による、象徴的な決戦と言ってもいいだろうな。今後の乱世の主導権を握るのは袁紹なのか、それとも袁術なのか、その流れを決するのがこの決戦だったと、本当に重要な一戦なのね。というわけで次の項目、奇襲牧袁紹、へと移っていこうと思うぜ。時代背景はある程度触れた。次は袁紹について軽く触れていこうか。袁紹、
出身は東大きっての超名門女南園氏とされて入るんだが、諸子であったという話もあり、本家本流という立場ではなかったぜ。ちなみに演術は本家本流の着手であり、炎症の方が年長ではあるが、生まれの立場はずっと演術の方が格上であったと見てもいいだろうぜ。それでも炎症は若い頃から声望高い人々と積極的に交流したことで名声を高め、いつしか無視できないほどの存在となっていたんだ。その声望を聞きつけた大将軍の家臣が幕下に招き入れ、炎症は国政の中核に関わるようになったと。そして、十条寺の乱が起きたわけね。宦官との対立姿勢を強める家臣は、その宦官によって撃たれてしまい、家臣配下の面々がこれに激怒し宮中になだれ込んだという大事件。この事件にて宮中に攻め入った中心的な人物が、炎症であったぜ。炎症は武力によって宦官を一掃し、家臣の後釜に座る予定であった。しかしそこに登場したのが董卓だ。董卓は自ら部隊を引き連れて、この混乱に乗じ落葉入りを果たすと、武力でもって実権を一瞬で掌握。完全にお株を奪われた形となった炎症はここで董卓と激しく対立し、そのまま落葉から出奔。渤海軍の大使として紀州へと逃れているぜ。そして、反董卓連合の結成につながるのか。炎症はこの連合の名手に選ばれるほどの声望を誇っていた、というのがすごいわよね。そうだな。実はこの時点での炎症は、別に軍友として大きな地盤を持っていたわけでもなく、自前の戦力は非常に乏しかっただろうな。一応、炎症の後ろ盾みたいな立ち位置の軍友に、紀州牧の官福という人物がいた。彼は代々女南園氏の派閥に組みする家柄の人物だったぞ。ただちょっとややこしいのが、女南園氏の本家本流の人たちの多くは董卓に組みしていて、異端児である炎症と炎術が反董卓となっているため、官服としてはどっちに組みすればいいのかちょっとあやふやだったかもしれない。ただこの時点では炎症の講演をしていた、とは見れるな。炎症が押しかけてきちゃったもんだからもう仕方なく、みたいな。まあ、官服って結構気弱なイメージあるし、押しに弱そうだよね。そうだな。結局、この反董卓連合軍は董卓を打てないまま解散して、その後は諸侯が各々の勢力拡大を図るようになっていく感じだぜ。そんな中のこと、突如として官服が公孫さんの軍勢に吸収されてしまう。ちなみに公孫さんは董卓討伐を名目に兵を繰り出した、とされている。官服を騙し討ちするためか、それとも本当に官服が董卓と通じていたか、そこら辺は定かではない。しかしこの一件に官服は恐れおののき、炎症に紀州牧の地位を譲ることにしたんだ。また炎症も税客を用いて官服の不安を煽ったり、味方有力者を増やす手回しも入念であったぜ。兵を用いずして、奇襲という極めて重要な土地を得てしまう。このあたりの炎症の動きってもはや芸術的なまであるわよね。官服が弱気であったこともあるだろうが、地元の奇襲の有力者たちもほとんどが炎症に寝返っているあたり、やはり炎症の手腕は凄まじい。こうなると官服も譲渡せざるを得ないという気持ちにはなるだろうぜ。そして官服は後に気を病んでしまい、自害してしまったとされている。その後、天下の中心人物として奇襲の炎症と、南陽の炎術に視線が注がれ始めるぞ。炎症は反董卓連合の名手として声望を高めていたし、炎術は董卓との戦いで最たる功績を立てた人物だな。互いに勝手に息のかかった官僚を各地に送り、その地の長官に任じたりしていたぜ。乱世を勝ち抜くためにも、影響力の拡大はやらないといけないと。確か曹操もその流れで、炎症の推薦で炎州東軍に赴任したのよね。そんな中でのこと、時は191年。予習をめぐって炎症と炎術が対立。炎術はあの、孫権を予習使として現地に赴任させていたんだが、炎症がこれに割って入り、周公という人物を派遣。周公は孫権が駐屯していた養生を吸収して、これを攻め落としたとされているぜ。炎術はこれに対抗するべく、養生奪還のために孫権、公孫越に軍勢を預けてこれを攻撃させた。この戦いの中で公孫越が戦死してしまい、天下の情勢は一気に加熱することになるぜ。というのもこの公孫越はあの公孫さんのいとこであり、この一件は公孫さんを激怒させてしまったぞ。歩兵。これで炎症派と炎術派の全面衝突の機運が一気に高まり、決戦へと動いていくと。でも公孫さんのこれまでの動きが見えないわね。
それじゃあ次は白馬の戦士の項目に話を移していこうと思うぜ。炎症については先の項目でざっと触れたから、次は公孫さんだな。彼は優秀の有力豪族であった妖精公孫氏の出身だったが、彼もまた炎症と同じく諸子の生まれであり、氏族の中での立場は弱かったとか。しかし容姿に優れ、理髪でもあったことから、妖精軍の大衆に高く評価されたことでその大衆の娘婿となり、援助を受けることになるぜ。こうして高名な学者であった露食門下生となり、ここであの優美と信仰を結んだとされているな。そして後に妖刀属国長子に就任するぞ。とにかくただものではない雰囲気がバリバリにあった人だったのね。でも対立関係にある炎症と少し境遇が似てるのはちょっと驚きかも。妖刀属国長子に就任してからというもの、公孫さんは北方の防衛を務めることになるぞ。ある日わずか数十機を率いて砦の巡察をしてると、数百機の戦費族の一隊と遭遇。当時、戦費族や右岸族による略奪が横行していたため、公孫さんはそれを防ぎ撃退しないといけなかったぜ。そこで公孫さんはひるむことなく戦いを挑み、兵の半数を失う損害を受けるも戦費族の撃退に成功。以後、公孫さんの武名は一体に轟いて、公孫さんは白馬に乗っていたことから、白馬の将とは戦うな、として恐れられたとか、こうして優秀における公孫さんの声望は高まったぜ。西と北の辺境は本当に異民族の侵攻や反乱が相次いでいた地域だし、こうした情勢が公孫さんの性格や思想に大きく関わってそうよね。その後、優秀では、長順の乱、が発生。もともと、中山国の大衆であった長順が起こした反乱であり、反乱軍には右岸族も多く加わっていたぞ。公孫さんはその討伐を任され、反乱軍よりも兵力は劣っていたものの勝利を重ね、どんどん北へと反乱軍を追い詰めていったとされる。しかし反乱軍が北の僻地に逃れたことで攻勢限界に達し、ここから戦闘は泥沼の状態に。そこで朝廷は宗室出身で声望が非常に高かった、劉愚を優秀志士として派遣。劉愚はこれまでの方針を変更し、反乱軍や右岸族との融和政策を進めて、動乱を沈めていったとされる。でもこうなると、死に物狂いで戦っていた公孫さんの努力や犠牲がまるで無駄だったような、そんな感情を抱いてしまう気がするわ。そうだな。まさしく公孫さんはそんな劉愚の方針に強く抗議しており、劉愚の融和政策の邪魔をしたぜ。しかも劉愚の息子である劉華が、演術の元にいると聞くといとこの公孫越を演術陣営に送り込んでもいる。一応、劉華は身の危険を感じたのか、炎症の元に逃げたとされるぜ。そして公孫さんの恨みが募った結果、ついに劉愚との軍事衝突に発展。最終的に公孫さんは、信望を扱った劉愚を切り捨てることになっていく。まあ、これは、海峡の戦い、の後の話だから詳しくは触れないけど、こうして公孫さんは軍事力を背景に支配権を確立させていくんだぜ。そんな状況で公孫越が炎症によって撃たれてしまい、公孫さんはそれを口実に奇襲へと手を伸ばし始めると、まさしく、乱世、って感じよね。ちなみに炎症と公孫さんの特色についてだが対照的と言っていいだろう。境遇こそ似ているかもしれないが、軍友としての色は真逆であったぜ。まず炎症は地元の有力者や有名人、通称、名士、と呼ばれる人々を優遇することで支配権を確立し、安定した政権を形作っているんだ。逆に公孫さんはそういった名士を抑圧して、身分の低い人々を積極的に抜擢しながら政権を構築。名士は価格の高さからおごった性格が多く、忠義より家族や友人などの横のつながりを重視する傾向にあったため、軍人気質な公孫さんは名士を信用せず低い身分の人々ばかりを用いたぜ。戦場で本当に命を懸けて信用できる人間を、公孫さんは重んじたわけね。逆に炎症は政界をよく知る人間、名士の重要さを分かっていた、と。炎症のような政権では安定的な行政運営が比較的容易になるんだけど、軍事権力の弱体化を招き、迅速な軍事行動を起こしにくくなるんだ。逆に公孫さんのような政権では軍事権力が強く、軍事面での意思決定が一本化されている点が強みとなる。しかし行政は不安定になりやすい。この海峡の戦いは、そういった異なる政治思想の激突という一面も持っていたと考えると、またちょっと違う面白さがあるかもな。
というわけでいよいよ戦いの本番に移っていこう。時は191年、例の公孫越の一件。さらに公孫さんの猛攻撃から触れていくぜ。いよいよ本題に移っていくわけね。次なる天下の中心は誰になるのか、それを決定づける一大決戦。三国志ファンなら見逃せないんじゃない？それじゃあ次の項目の海峡の戦い、へと話を移していこうと思うぜ。予習をめぐって炎章と炎術が対立し、炎術軍の将であった公孫越が戦死。この一件によって炎章が公孫さんに恨まれることになったのは触れたな。またさらに、この時点での公孫さんの勢いはすさまじいものがあったぞい。青州から30万を合する黄巾族の残党が急速に北上していたとされ、公孫さんはそれを阻むべくわずか2万ほどの部隊でこれを迎撃したんだが、これをもうボッコボコのボコにして、追撃に追撃を重ねたのだとか、それにより敵の数万の将兵を撃ち、あまたの捕虜や物資を獲得したぜ。公孫さんって、これがすごいのよね。圧倒的な武力というか、なんというか、今までの戦歴を見てもわかるけど、本当にめちゃくちゃ強いんだよな。そうだな。当時の最強の将軍の一人に数えてもいいだろうレベルだ。ちなみに、そんな公孫さんの軍事力の象徴とも言うべき精鋭部隊がある。通称、白馬義獣と呼ばれる軽装旧騎兵部隊であり、全員が白馬にまたがっていたことから白馬義獣と呼ばれるようになったとされているぜ。というのも公孫さんは白馬にまたがって戦う猛将として異民族に恐れられていたわけで、その評判をおそらく利用したのだろう。異民族たちの間では、白馬を避けよとまで言われていたため、その白馬の部隊が増えれば異民族の侵攻も未然に防げる確率がぐっと大きくなっちゃうわけだ。うまいこと自身のイメージを活用していたわけね。こうして公孫さんは白馬の部隊を編成し、それを自身の軍事力の象徴にまで昇華させたと。見た目ってのはすごい重要だ。味方からすれば精鋭部隊が近くにいるとわかるだけで士気は上がり、さらに敵の戦意をくじくことにもなるからな。だからこそ公孫さんは強かったぜ。戦いに次ぐ戦いの中で生きてきた将軍なだけに、戦場の流れや呼吸をつかむことに長けていたのだろう。対する炎章だが、公孫さんの勢いに戦々恐々としていたとされているぜ。というのもこの時点での炎章はまだ奇襲を譲り受けたばかりであり、軍事行動を迅速に行えるような体制ではなかったためだ。そこで炎章は渤海大衆の炎寿を公孫さんに譲渡して交戦を避けようと動くぞ。さらに詳しく言うと、炎章は公孫さんのいとこの公孫藩に炎寿を譲渡して吉見を通じようとしたけど、逆に公孫さんの兵力を増やしただけなのよね。そうだな。公孫藩は大衆の権限を持って渤海軍から兵力を集めると、そのまま公孫さん軍に加わり、黄巾族の討伐に参加することになったぜ。そして先にも触れた通り、公孫さんは黄巾族を散々に打ち破ってみせた。さらに勢いそのままに軍を南下させ、河北を飲み込まんと動いていたぞ。公孫さんは配下の将軍たちを勝手に各地の長官へと任命し、青州を伝開、紀州を伝行、遠州を前景に委ねようとしていたぞ。これは完全に、炎章派に対する明確な敵対宣言と言っていい。ここまで来ると炎章ももはや決戦は避けられないとして、迎撃に出向くことになったわけだ。紀州は炎章が、炎州は炎章派に属する曹操が赴任してる地域よね。しかも炎章は青州に長男の炎丹を派遣してるし、これはバチバチね。ここまで来ると紀州の各地の役人や官僚も公孫さん軍になびき始めるぜ。こうして公孫さん軍は大した抵抗も受けず、海峡、後にまで進軍。もう紀州の奥深くまで進軍していることがよくわかるな。ここでその進軍を食い止めなければ、もはや炎章には後がない状態だった。そこで炎章も自身で軍を率い、海峡に布陣。ここに河北の覇権をめぐる海峡の戦いの幕が開けたぜ。さてここで公孫さん軍の布陣を見ていこう。まず歩兵3万が砲陣を敷き、その両翼に5000余りの騎兵部隊を配置。さらに中央の前面に広く精鋭部隊である白馬義獣を押し出していたぞ。惜しみなく騎兵を展開させているわね。いいね、好きだよこういうの。これを目の前にしたら、震え上がっちゃうのも無理ないんじゃない？そうだな。目にしただけで崩れそうなほどの威圧感、それこそが戦の最強の戦術だとも思う。しかし炎章はここで崩れず軍を展開させたぜ。炎章軍の先鋒を率いるのは、菊義という将軍で、菊
木はわずか800の兵を率いて前面に布陣。そして菊木隊の両翼に1000の土兵が並んだぞ。炎章本隊は歩兵数万で菊木の後方に布陣。この状態で両軍が睨み合い、開戦の機会を伺っていたという感じかな。ちなみにこの菊木将軍だが、彼は出身が領州であったぜ。強族などの異民族との紛争地帯の前線に暮らしていたこともあり、騎兵の特徴を熟知していたのかもしれない。方法つまり、この菊木将軍が炎章にとっての切り札なわけね。最強の騎馬部隊と戦うには、騎兵をよく知る人間に対策を任せる、と。今回の炎章軍は、奇襲の有力者たちによる寄せ集めに近い軍勢なわけで、特に炎章は公孫さんのように、戦地を駆け抜けてきたわけでもない。さらに兵力も劣勢。まともにぶつかれば勝ち目がないことは明らかだ。弱者が強者に勝つには、奇策に全力を投じるしか道はなかったぜ。そこで炎章は自らの命運の全てをこの菊木に託したと言ってもいい。菊木の有する領州兵は、少数だが騎兵との戦闘に慣れた精鋭部隊だ。そして菊木は先方の兵の全てを皆、盾の下に隠れさせ、動くことを一切禁じたぜ。まあ、旗から見ればよくわからん行動に見えるな。確かに、ちょっとした盾くらいじゃ、騎兵を防ぐことは難しいわね。それこそ2馬車くらいの障害物じゃないと厳しいイメージがあるかも。だからこそ公孫さんも軽く踏み潰せると思ったのか、騎兵部隊を一気に前進させ、一撃で炎章軍を瓦解させようと突撃を命じたとされるぜ。これは公孫さんによる慢心だな。ここで旧騎兵である白馬義重の得意な攪乱と射撃を駆使し、手堅く菊木の前方を崩せば勝利は確実だった。しかし菊木を甘く見て騎馬隊を一気に押し上げ、早期の決着を急いだ。そして菊木はこの構図を待ち望んでいたぜ。菊木は騎兵を引きつけ、敵があと数十歩というところまで近づいてきた瞬間に合図を出した。すると盾に隠れた兵士が大声を上げて立ち上がり、突撃し始めたんだ。先方の盾兵が、ただの旧揃えの障害物ではなかった、ということ、でも騎兵の突撃に人間じゃとてもじゃないけど歯が立たないんじゃ。いや、馬というのは本来、賢いと同時に臆病かつ繊細な生き物だぜ。怒号の飛び交う戦場で、敵兵に向かって突進していくなんて芸当も、相当な訓練と素質がないと難しいとされているほどだ。菊木はそんな馬の性質をよく理解した上で、このような作戦を立てたと考えられる。今まで盾に隠れて見えなかった兵士が突然現れて、大声を上げながら突進してくるんだ。この光景に公孫さんの騎馬部隊は大いに乱れたぜ。そこに控えていた強度部隊が一斉射撃を開始。これによって完全に公孫さん側の射撃の勢いは強え、菊木はここを勝機と読み取ったぞ。なるほど、菊木は公孫さんの主力である騎馬部隊の足を止めるために奇策を用意していたのね。そこに近距離からの射撃が刺さる、と。優秀が異民族による侵略を防ぐべく精兵や猛将が配置される土地なら、奇襲はその精鋭部隊が突破された場合に備え強度を多く揃えることで、これ以上の内地兵の侵略を防ぐ最終防衛線的な役割があったとされる。つまり炎章の有する土兵は、騎兵に効果抜群であったと考えられるぜ。菊木はここで総攻撃の合図を出して、混乱している公孫さんの軍勢が体勢を立て直す時間を与えず、とにかく押しに押し込んだとされるぞ。その勢いは凄まじく、公孫さんが奇襲使に任じていた大将格である元寇が撃たれ、さらに1000余りの兵士を一気にほふってしまったのだとか。爆発してるじゃん。ここまで来るともう公孫さんは軍の混乱をやめることが難しくなり、一気に敗走兵となだれ込んでいくわけね。その通り、炎章も全軍を動かし、とにかく徹底的に追撃を仕掛けたぜ。ただ追撃に兵を割きすぎたせいか、炎章の周囲は兵が少なくなってて、そこに公孫さんの騎馬部隊の一団が特攻を仕掛けてきたとされている。その騎馬部隊は2000騎ほど、対する炎章の部隊は100人ほどだったとか。炎章はそれに立ち向かおうとしたが、参謀の電報が炎章を押さえつけて、石垣の間に隠したぜ。炎章の部隊は幾重にも包囲され矢を放たれたが、危機一髪のところで土兵部隊が救援に駆けつけて包囲は解かれたぜ。こうして、海峡の戦いは、炎章軍の大将で幕を閉じることとなった。最初の一撃をどう指すのか、その一撃が、時代の流れを決めたのか、強いだけでは勝てない。戦いというのは何が起きるかわからないわね。
それじゃあ最後の項目、河北の覇者、へと話を移していこうと思うぜ。海峡の戦いは前評判を覆し、炎章軍の劇的な勝ち越しによって幕を閉じた。また同時期に同じ炎章派である曹操、劉表も炎術派との決戦に勝利し、炎術は本拠地であった和津の南陽軍を追われることになっていたぞ。もはや炎章に風が吹いているということは明らかなわけで、ここから時代は大きく動き出す。つまり炎章の飛躍が始まるということだぜ。まず敗戦を喫した公孫さんだが、まだまだ余力は残っていたとされる。現に以後も炎章軍と戦い、互角かそれ以上の結果は残しているからだ。今度は炎章軍の攻勢に耐え抜き、公孫さんが派手なカウンターパンチを繰り出したのよね。でも最終的には公孫さんが追い詰められていく、と。そうだな。確かに公孫さんは強かった。だからこそ戦いに勝たなければ、公孫さんの権威というものは大きく揺らいでしまう。対する炎章だが、彼は先にも触れた通り実権の大部分を有力臣下に委任しているため、安定的な政権を構築できた。その差がここで浮き彫りになっていくぜ。公孫さんに礼遇されていた地元の名士たちは、公孫さんの勢いが衰えたと見るや否や炎章陣営になびいていく。公孫さんは敵を作りすぎていたんだ。そんな中、追い詰められていた公孫さんはついに遊具を切ってしまうぜ。これが公孫さん滅亡の決定打になった、と見ていいかもしれないな。異民族対策で真っ向から対立していたよね。でも遊具は喪失の中でも特に声望高い人物で、異民族からの信望も得ていたとされているわ。その遊具を切ったことで、公孫さんへの反発は一気に加熱してしまった。こうして味方を失っていく公孫さんは炎章に次第に追い詰められていき、越境という城に立てこもったぜ。炎章はこの越境攻めに5年の歳月を費やし、ようやく公孫さんの討伐に成功。河北の覇者となったわけだ。ちなみに海峡の戦いで大戦果を挙げた菊木だが、彼はその大戦果を誇っておごるような態度が増え、軍令を犯してしまったとかなんとかで、処刑されてしまうぜ。この件の別の見方としては、炎章が自身の軍事権力の強化のために、後進の菊木を切ったとも見れる感じだな。軍事権力が脆弱なままでは、やはり軍事に弱く、炎章の隙に政権を構築することはできない。菊木はその犠牲になったとも見れるのか。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。よければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。